皆様こんにちは、韓中国です。インドで発見された新型コロナウイルスのデルタ変異株は現在、世界92カ国に広がっています。最新の研究では、デルタ変異株はこれまでに流行していた変異株よりも、潜伏期間が短く感染力が強いことが明らかになりました。中国のオンライン無料総合ニュースサイト、後輩新聞によると、 6月29日、中国疾病対策予防センター州報は、今年5月から6月にかけて、広東省で新型コロナウイルスのデルタ変異株の感染が拡大したとの報告を発表したといいます。同報告は、広東省の症例におけるデルタ変異株の平均潜伏期間は4.4日で、 以前報告された武漢市の潜伏期間、5.2日よりも短かったと指摘しました。また、広東省では64.7%の感染が症状が出る前に発生し、これまで報告された湖南省の59.2%よりも高いです。報告書の作者らは、一連の重要なデータから、デルタ変異株の急速かつ、 発症前の感染を抑制することが貿易の重要な優先事項であると結論付けています。急速な感染拡大はデルタ変異株の高い感染力を示しています。同報告書によるとデルタ変異株はこれまで流行した他のウイルス株に比べて2倍の感染力があるとのことです。また甲州市令和区の 75歳の女性が5月18日に症状が現れ21日に感染が確認されました患者体内のデルタ変異株はその後10日間でウイルスが5回変異して増殖しましたウイルスの増殖や変異の速さは驚くほどですご視聴いただきありがとうございましたよろしければ高評価と チャンネル登録をお願いいたします。